なぜ男性は分かってくれないの？精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。男性と女性の関係、恋人関係、あるいは友人関係、夫婦関係などどれでも当てはまるんですけども、女性が男性にいろいろ話をしていてね、なんでこんなことを理解してくれないの、私の気持ち分かってくれないのっていうことで非常にもどかしくなったりですね、不全感を感じたり、時に喧嘩したりですね、トラブルの元になったりすることっていうのは多いんじゃないかなと思うんですね。なんで私を分かってくれないのっていうのは非常に重要な問題だと思うんですけど、実は男性と女性っていうのは物事の考え方、基本的に言葉に対する使い方っていうのは根本的に違うというふうに言われておりますね。男性っていうのは言語、理屈、理論が好きなんですね。女性っていうのは感性、感情、気持ちっていうのが重要なんですね。例えば何かね、男性にどうしてそんなことしたのって聞くとですね、男性はどういうふうに答えるかっていうと、言い訳をするんですね。なんでそういうことをしてしまったのか、なんでそんな失敗をしてしまったのかって言い訳をするんですけど、女性はそうじゃなくてごめんなさいっていう一言言ってほしいというね、気持ち感情を伝えてほしいので、一言そういう言葉を求めてるのに、男性は言語で考えてしまうので言い訳めいたことを言ってしまうということが多いということで、そういうところが一つの誤解というかですね、コミュニケーション不全の原因になるんですね。一つ面白い研究があるんですけど、男性は女性に比べて非言語的なメッセージを受け取る能力が低いっていうのがですね、非言語的なメッセージっていうのは分かりやすくて一心伝心、相手の気持ちを無言で察するってことですね。あるいは表情とか雰囲気とか相手の様子とか、そういったものから相手の気持ちを察する能力が低いんですね。女性っていうのはそういう能力が非常に高いんですね。これはもういろいろな研究でそれが分かってるんです。だから女性はもうこれだけこういうことなんだから分かってるでしょって、女性同士であれば分かるようなことは男性にはそれは非言語的には伝わらないので、男性は言葉で伝えないと伝わらないんですよね。それが男性という生き物なんですね。だから女性はもう当然分かってるだろうと思ってもそれは伝わってないことがあるから、男性に何かこう物事を伝える場合は非言語的じゃなくて、やっぱり言語できちんと言葉にしてお伝えしないと理解してくれないとか、どうして分かってくれないのとかですね、そういう問題っていうのが発生してしまいますね。だから言葉によるコミュニケーションをやっぱり大切にするっていうことですね。女性同士はだからもう通過っていうか非言語的な感覚でお友達同士と多分お付き合いしたり、ね、してると思うんですけど、男性の場合は言葉っていうことが一つ重要なコミュニケーションツールってなってきますので、本当に重要なことは言葉にして、あるいは自分がやってほしいこと、こういうことしてねとか、こういうことしないでねっていうことは表情を見ればわかるでしょうじゃなくて、実際に言葉で言わないとわからないのが男性、鈍感なのがだから男性ということになりますから、それを分かった上でコミュニケーションを取るとね、また違うものになるんじゃないかなと思います。